熊野神社は、兵庫県神戸市中央区中山鉄通にある神社。熊野神社の一つ。神社は、昔、宇治の山と言われた一角にある。宇治物部氏族の創建で、福原千都の際、千都造営役の五条大納言、藤原国綱により再建されたという。藤原国綱は、この付近に、宇治神邸と呼ばれる邸宅を建て、福原千都によりこの地に滞在していた。 安徳天皇が京都に戻る前に宇治神邸に滞在した。A.B. 熊野神社。兵庫県神社町。2014年8月30日閲覧。神戸百景探訪作品の65。神戸市市民三角推進局広報課。2014年8月30日閲覧。神戸市水の科学博物館から浜手を眺めると、小高い丘が見えます。 ここは昔、宇治の山と言われ、法隆寺にある古文書に747年、宇治号として名前が登場するそうです。1300年も前の話です。物のべ市の特徴の一つに、広範な地方分布が挙げられ、無性の物のべ市も含めるとその例は、枚挙に糸間がない。石上市島中央の物のべ市族とは別に、古代東北地方などに、 物のべ氏を名乗る人物が地方官に任ぜられている。記録がある。高橋正明。福原千と。神戸市文書館。2014年8月30日閲覧。摂津名所へ八部群場。向川女子大学リポジトリ。2014年8月30日閲覧。中央区清盛散策マップ。神戸市。2014年8月30日閲覧。 神社は、宇治の山の一角にあり、福原千都造営役の藤原邦綱が建立したと言われています。藤原邦綱は、この付近に、宇治神邸と呼ばれる邸宅を建てました。福原千都によりこの地に滞在していた安徳天皇が京都に戻る前に、宇治神邸に滞在したことが、吉田爪房の日記、吉記に記載されています。ありがとうございます。